ルドルフって結構ギリギリのレース多いんやなに対するみんなの反応。三冠馬のレース集動画見てたけど、ルドルフって結構ギリギリのレース多いんやな。他の三冠馬の方が圧倒的な力を感じたけども、ギリギリだろうがなんだろうが結局勝ってるからやっぱ強いのか。素人目にはやっぱナリブ、ディープが強さ感じるけども、賢いから必要な力しか出してないおじさん。賢いから必要な力しか出してない。視線の岡部騎手の理想が、必要最小限の差で確実に勝つことで、馬に負担かけずに長く活躍し続ける形やからね。ああそういうことなのか。セーブするとか考えもしなかったわ。レースは常に全力って頭だったわ。確かに無駄にちぎってもいいことないか。馬サイドの頭がいいとマーベラスみたいに勝ったなと思うと手を抜き始める。なおたけしに怒られた模様。金色予定むしろ勝たなくても連帯しとけば大体 OK もらえるだろ。ナリブとディープの勝ち方はわかりやすい強さやな。新山やルドルフは勝つのに必要な分だけ頑張る賢さがあるんやで。新山に至っては勝つ必要のあるレースと、2着で十分なレースを理解してたっぽいしな。逆にナリブは真面目すぎて常にマックス出してたらしい。この辺も怪我と関係あるんかも。ルドルフ、レースを理解してる。ナリブ、一生懸命走る。ディープ、遊びだと思ってる。オルフェ、何を考えてるか不明。こんなイメージ。賢いは賢いけどずる賢いパテーン。あのマーク通り過ぎる時に怒涛よりほんの少し前に出てたらいいんやろ。新山、ルドルフ、オペはこのノリやったんやろなと思う。これがもうちょいアホの子なり希少なんなり入ると。先頭になったから自分の勝ちだと満足して、ゴールする前に勝手に終わろうとする感じちゃうかな。オペラ大文字はこれ、抜いたら満足空を使う。だから最後に抜かなきゃいけない。でもやろうと思えばサツキショーみたいな加速で勝てるだろうけど、競争馬としての寿命は縮む。ガチでレースを理解してたのはオペや。ほんと賢いよね。ゴール盤の意味わかってなきゃあんなレースできないし。あと引退レースで負けて涙流してたって話もあるからな。かと思ったらサツキショーでは加速かますから強い。某レースで囲まれて視界も狭まっただろうに、よく抜け出せたもんだ。レース全体を見回す視野と賢さがなければああはならんわな。それにプライドも使い気だしな。しかも出走前の怪我で片目見えてないのにあれだしな。あかん前見えへんを怒涛おるやん。あいつマークして少し前でゴールすればいいな。オペラ王も接戦で競り勝つレースばかりだから。逆に凄まじい強さなのがよくわかる。それを何度もできるわけがない。それを見越してデジタルを外に回して勝負した白井最強。オペラ王は勝ってるレースだけ見ればそう見えるのはわかるけど。勝ててないレースも多いからルドルフの記事だとちょっと違和感があるな。ルドルフとオペラ王はガチで分かってそう。何が何でも馬群に沈まないために全力疾走しかしないかブラヤ王はよ。全力疾走じゃなくて追いつかれない程度に走り続けるんだぞ。それでいてスピードもスタミナもあるからテレビ馬がいると地獄になる。というかテレビ馬の限界を超えるペースをカブラヤ王が作っちゃうから。それに巻き込まれて壊れる。G1 何勝もするような馬は大体賢そう。賢いの前にズルとかアクとかがつきそうなのもちらほら。120億犯人とんでもねえな。堅実な勝ち方よりも派手な方が好まれるのはどこの世界でもよくある話。まあだからルドルフやオペラ王の現役時代は、勝っても面白くないって層が一定数いたわけだしな。ルドルフの場合は賭けても増えにくいのもあるし、前年の三冠馬ミスター CD の人気も相まって、ヒールの側面もあったと思う。ロマンあふれる勝ち方をするイケメンと、硬い勝ち方をする普通面。馬娘から競馬に興味を持ち始めたわい。全く走る気がない日があることも、ゴールの位置を分かっているほど賢い馬がいることも、ゴルシの春天から学ぶ。道中好位置につけて終盤すっと抜け出し、そのまま押し切って勝つという理想の展開が強いのは、リアル競馬でも馬娘でもよくよく理解できるんだけど、派手さという点ではスタートからぶっ飛ばしたり、最終曲線の末足だけで最後方から勝つような馬の方が、人気があるというのもわかる。だから CB が人気だったって言われるのも納得。ロマンの塊のような三冠の取り方してるもの。強者はおごらず勝ち進む。G1 で勝てばいいんだろう理解していたと言われている新山。君賢すぎて怖いんよなんでトライアルと G1 の違いがわかるの。宝塚記念とかいうレース将来ビッグになりそうだから買っとくか。残念ながら足の滝オンタイマーは待ってくれないんや。褒められるし喜ばれるからと。レースどころか調教から一生懸命だったらしいからね、かわいい。馬娘だと大っかの方がアホっぽいのに。
現実だとダスカの方がアホなのがまた面白い。アホの子ダスカも見てみたいけど収集つかなくなりそう。いつもギリギリで勝つから大して強くないやろって言われる矢印。最後のアリまで本気出して言うで、圧勝。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。